それとんそれとんどんどんどどどんどどどどんレッツゴー。ラケットインプレをヘッドヨネックスでダウンロード。振れば振るほどしなりを感じれるかな。形がやっぱり違うんで、もうちょっとデザインが良くてもいいかなっていうの。え？それ何？これは何？いいんですか言って。佐久間 P の飲み会のコール？あれ？何でしたっけ？合ってる？私じゃありません感が非常に出てる。私はそういうことしないよね。すみません。ちょっとド S なねプロデューサーがいるんでね、うちには今日もやっていきましょう。今回はですね、ラケットインプレをちょっと久しぶりにやりたいと思うんですけども、2021年に出た新作、ちょっとこの3本ヘッドヨネックスでダンロップ。でこれをちょっと僕なりにラケットインプレーをちょっとやっていきたいと思います。はい、で今日も、ウィンザーの成績桜ヶ丘店さんにちょっとこの場所をお借りしながらちょっとやっていきますので、いろんなコメントを言っていきたいと思います。はい、やっていきましょう。お願いします。スタテニ。じゃあまず最初ダンロップの CX200 305g の、バランスが 313mm ですね。特徴としてはちょっとこのストリングパターンが縦が非常にこう隙間が多くて、横のストリングが非常に狭いんで、ちょっと僕この手のものはあんまり打ったことがないので、どういうボールが出るのかちょっとやってみたいと思います。あ、でも打ちやすいな。ボールの伸び食いつきも非常にいい。結構やっぱしなるんだ。強く打てば、なんか強く振れば振るほどこのラケットすごい良さが出てくるかな。あんまりこうゆっくり打つとあんまりこのラケットの良さは出てこないと思うんで、しっかり振った方が。お、ちょっとラスト。やっぱり面も薄いですし、面厚ですね。このフレームもそうですけれども、このラケットはやっぱ強く振れば振るほどやっぱしなりが生まれてくるんで、中級から中上級者向けかなっていう感じはします。ある程度のスイングのスピードがないとこのラケットの良さは感じられないのかなっていう感じがしてます。でストリングパターンも16、19ですし、バランスもいいですし、フェースの形もちょっと縦長ですけれども、非常に打った感じもマイルドで食いつき感もいいですし、振り抜きも非常にいい。あとは僕はここのスロートの部分を持つんですけど、ここの太さ、あとはこのツヤ感的なものも持ってて、結構しっくりくるかなっていう感じがしてます。はい、デザインはあえてその派手ではないですけれども、あんまり派手なラケットが好きでない方は、落ち着いてるのが好きな方は結構いいのかもしれないです。あとはストリングを変えたらまたちょっとフィーリングが変わると思うんですけども、今これナイロンを張ってますけれども、それでも打球の方向性、自分が思ったようなイメージのボールは打てますし、振り抜き、そしてスピンもかければかけるほど自分のコントロール性能も良くなっていくというのも分かるんで、これは非常に打ちやすいかなっていう思いました。スタテニ。次何しようか。ラジカルでいきましょうか。はい、うわ派手多分視聴者の方は色と形は分かると思うんですけど、この肌触りとかツヤ感っていうのは多分僕しか分かんないですね。ある部分はツヤありで、ある部分からオレンジの部分はツヤなしになってます。でツヤありかツヤなしかってよく言うんですけど、好みですけどね、見てくれ的にやっぱりツヤなしの方がマットでかっこいいかなっていう感じがして、非常にこのラジカルっていうところが際立って、デザインは本当にかっこいいですね。かっこいい。かっこいいですね。いいね。似合う。これ振ってたらやっぱ遠くからだと目立つな。ちょっとじゃあ実際に打ってみます。ごめんなさい、スペックはこれちょっと軽いのか、ヘッドサイズ98。300ストリングパターン16、19、はい、ちょっと打ってみます。あ、ちょっとフィーリングが、あ、若干ちょっと硬めかな。あ、でも弾けはやっぱりさっきよりかはいい感じが。ああ、なるほど。あ、でも打ちやすいかも。なるほどね。ちょっと打感硬く高いよね。カキンって。ああ、でもちょっとまあこれもどちらかというと振れば振るほどしなりを感じれるかな。若干打感は少し硬めな感じがします。ただ弾きとかボールの伸びを見ると、まあ、ダンロップと比べるとちょっと若干硬い感じがします。まあ、多分このスロートの部分がまあ薄いっていうのと、まあ、形状が少しこう山なりのこの三角になってるのは若干硬さを感じるんですけど、まあ、それでも弾きとかスピン量は自分で調節できるかなっていう感じがします。でストリングパターンも16、19で目もすごい均一になってるので、まあ、オフセンターに当たった時でも非常にこうカバーリングがいいラケットじゃないかっていう感じがします。まあそうですね、まあ、これも中級から、まあ、初中級から中級、そうですね、中上級、上級、まあ、結構幅は広いと思うんですけど、先ほどのこのダンロップだとちょっと中級から上かなっていう感じはするんですけど、まあ、弾きもいいんで、まあ、初中級初級の方でもまあいける、男性の方だったらいけると思います。はい、でスピンも十分かかりますし、はい、そんなにここの人だけっていう限定はこのラケットはあんまりないのかなっていう感じがします。はい、じゃあ次行きましょう。はい、で次はヨネックス。はい、まあ、ヨネックスはですね、僕はもうずっとヨネックスユーザーだったので、まあ、ヨネックスの血が入ってるっちゃ入ってる。でいろいろ特徴を知ってるんですけども、まずこの形ですよね、アイソメトリック、まあ、これはもう何十年も変わってないんで一番振りやすい、まあ、持ちやすい、まあ、そういった形状にはなっています。まあ、ただですね、まあ、デザインがですね、まあ、僕的にはまあ赤をメインにしてるんですけども、そんなに他社と比べると先ほどのヘッドさんみたいに明るいカラーを使ってるわけじゃありません。赤、青もまあ E ゾーンとかはありますけども、まあもうちょっとデザインが良くてもいいかなっていうのは正直な気持ちです。ただまあ打ち心地は多分いいと思うのでちょっと打ってみますけども、これも98の300、ごめんなさい、どこに書いてあるんだ、305か。はい、ちょっとじゃあ打っていきたいと思います。なるほどね。これ結構やっぱり球持ちが、あ、やっぱいいな。あ、いいな。やっぱり球持ちはかなりいいと思います。うん、やっぱ振り抜きはいいですね。 OK、 じゃあラストいきます。あ、まあそのホールド感も十分強いですし、そのねヨネックスってやっぱバランスがいいですね。飛びとそのスピンのバランスがやっぱ非常にいいと思います。でここのスロートの部分がこの間ですね、これがちょっと若干狭いので、まあ、僕は片手だからこの辺よく持つんですけど、まあ、持ちやすさも非常にいいと思います。で昔のヨネックスってもう少しこう四角カクカクしてたんですけど、最近はちょっと若干丸めがかってるのもあって、横のワイドのここの幅がやっぱ広くなってるんですね。それなんでスピンもかかるし、ちょっとオフセンターに当たった時でもちゃんとこうリカバリーしてくれる、まあ、そういった面ではヨネックスは非常にこう使いやすい。でヨネックスは特にテクノロジーがやっぱりすごいですよ。でカーボンの、まあ、素材もそうですけど、ナノアロイなんか違うのを使ってたりとか、まあ、最近はすごいテクノロジーもかなり上がってると思うんで、まあ、従来のラケットよりはどんどん性能が上がって、スピードも上がって回転量も上がっていると思いますし、まあ、バランスも非常にこのラケットも誰から誰までっていう幅ではなくて、いろんなこの層で使える、まあ、そういうのが非常にこう日本人向けというか、力がない人でもちゃんとボールが飛ばせるっていうのがヨネックスの良さかなっていうふうに感じます。やっぱりそのブランドで選ぶか、デザインで選ぶか、それとも好きな選手が使ってるから使うかって結構人によって分かれるんですよね。ヨネックスはやっぱりいろんなトップ選手を使ってる。でウィルソンは錦織圭が使ってる、ヘッドはジョコビッチが使ってるとか、フェデラーがウィルソン使ってるとか、なんか憧れで入る人もいれば、何も情報がなくてラケットショップに来て、あ、これかわいい、これかっこいいで選ぶ人もいるんで、まずは自分の好みを拾ってフィッターさんに聞くのが多分一番いいと思います。それでこういうところで打たせてもらって、自分でああだこうだって言いながら、今はトラックマンもありますんで、そういった面では細かいところまで分かります。意外と自分がいいなと思ってたものが数字が悪かったりとか、こっちの方がいいですよって勧められたものが良かったりとかっていうのは、そこは選びながらやった方がいいと思いますし、ラケットも先ほど言いましたけど、ストリングパターンが違ったりとか、ストリングの種類が違ったりとかしてフィーリングはかなり変わるので、その辺はいろんな素材を試しながらやるのもおすすめしたいと思います。はい、スタテニ真ん中でいいよ。あ、そっか。どんな感じ？打ったフィーリング。硬い。手首が若干ね。手首が痛くなりそう。あ、でも。打ちやすい。でも慣れてくるとなんか掴みが良くなってきたりするでしょ。あ、打ちやすい。最初俺と同じなんだ。なんか入り口はあれ硬くねって思わなかった。うん、ありがとうございます。硬かった。ちょっとね、最初打った時はあれって思ったけど、だんだん慣れてくると掴みが良くなってくるし。そうですね。形状がこれはそうですね、バーバラと違ってエアロダイナミックではないので、ちょっとボックスタイプなんですよね。だからこっちの方がしなって硬い。きょうちゃんがいつも使ってるバーバラは、ここは飛び系、ここは薄くて、ここも横も厚いですよね。はいはい、これ飛び系、これは両方取ってますよね。ヨネックスもそうだしヘッドも。うん。こういう外資というか、その本社が海外のブランドは外国人向けにもやっぱり作ってると思うんで、基本硬さはどうしても出てしまう。そういった面ではヨネックスはやっぱり日本人向けにも多分作ってると思うので、何も分かんない人はヨネックスとかでも全然打ちやすくていいのかもしれないですね。そうですね。結構これは地味ですよね。地味だけど打感はいいと思います。これは打ちやすかったです。さっきやった時も良かったよね。塩ラケット。あとはもうフェイスの好みというか、ヨネックスはちょっと独特ですよね。ダンロップはちょっとこれは細長で、これは若干面が大きい感じですけども、縦長か。で当然そのワイドが広くなるとスピン寝かせた時にも。ちょっとオフセンターにも当たりますけど、今度は縦長になるとここがちょっと若干ですけど狭くなるんで、フラット系がいいとかスピン系がいいとか、そういうのは意外とフェースを見れば、あ、これはフラット系かなっていうのも分かりますし、このストリングパターンが広ければボワーンっていうパワーは出て、狭くなるとやっぱり自分が振らないとスピードは出ないんで、そういうところもちょっと注意しながら見た方がいいかなっていう感じがします。あとはグリップは基本的にはグリップ2ですもんね。これもヘッドだけはちょっと形がやっぱり違うんで、少しこう潰れてるんですよね。丸ではないですね。ここがべちゃってこう潰れてる。で他社は若干こういう丸くはなってるんで、これも触ってた時に視聴者の方もそうですけど、こう触った時にあ、触りやすいなとか握りやすいのかなっていうのは、こういうとこ結構重要です。はい。今98、これも全部98なんで、100ってなるともっと初心者の方でも大丈夫ですし、98から95というのはおすすめしません。面も小さいですし、飛びも100よりかは弱くなるんで、きょうちゃんみたいな大学生とかたまにしかテニスやらない方は、100からそうですね、105はちょっと言い過ぎかもしれないですけど、123ぐらいのラケットを選ばれた方がいいかもしれないです。105から110とか120になっちゃうと、もうちょっとお年を召した方向けになってくると思うんで、だいたいそうですね、100前後のラケットを選ばれた方がいいと思います。まあ、重さは300から、きわちゃんもさっきも言ったけど285とか、もう軽いのはもっともっとありますけども、まあ、重くなる分には自分で重りを張って調整するやり方もあるんですけど、軽くしたいってなるとなかなか買ったものに対して軽くするのってできないんで、まあ、そこは最初の入り口を間違えないようにした方がいいと思います。それはフィッターさんにお願いしましょう。はい、じゃあラケットインプレー、ちょっと軽くやりましたけども、まあ、まだまだラケットを見てください、皆さんいっぱいありますはい、これ全部やるのに多分1週間ぐらいかかっちゃうんでもうまあ多分、いろんな商品をまた紹介できる機会がありますので、まあ、ちょっといろんなコメントください。このラケットやってほしいとか、これを買いたいんだけどどういうかっていうのもお待ちしております。はい、はい、どうもありがとうございました。Thank you so much for watching this video. If you like this video, please give us a like. By pressing the subscribe button, you can join the Star Tennis Academy right away. Your mobile device will instantly turn to a pro tennis school. Let us know what lesson you want to learn from us. See you next time. Bye!